者として出場する可能性についてはキャンプ初日にバッティング練習を行っていた大谷選手、ジョギング中足を引きずるように見える場面もありましたが、キャンプ期間中どこまで仕上がっていくのか注目されます。会社社長と部下がハンマーで襲われ現金が奪われた事件で男2人が逮捕されました。空港で捜査員に囲まれている福岡市の自称組長、